界中美容師 YouTuber のコウです。今回はなぜ僕が世界一周に行こうか決めた理由を話したいと思います。そうですね、前回の動画でフランスに6年間住んで、その後、巡り巡ってワーキングホリデーで、1年間オーストラリアで働いたというお話をしましたが、シンプルに言ってしまうとフランスで、住むという経験をして、学生生活を送って勉強しました。で、1年間ではありますがオーストラリアで、働くという経験をしまして、その次自分のステップレベルを上げるためには何しようかって考えた時に世界一周しか残ってなかったというのが正直なところです。でもう一つ大きな理由として世界一周をするにあたって、僕が美容師になったっていうのも大きな部分にはあると思います。フランスで培った語学と、美容師っていう技術職の部分ですね、世界中髪を切りたいという人のところにもいるので、その部分が、活かせる旅は何かなと考えた時に世界一周だと、それも感じた上での世界一周での挑戦を決めました。そうですね、まあ世界一周でいろんな人の髪を切りながらいろんな言葉を話し、いろんな人種の方をと接していくことで自分の人生経験を豊かにするとともに、いろんな考えが生まれるんではないかなと思って世界一周をすることに決めました。今回はこんなところで、また次回は違うテーマについてやっていきたいと思います。ありがとうね。よかったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、ファファー。